じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず最初に、はい、新井さんが今やってらっしゃる活動について教えていただけますか。はい、僕はですね、名古屋の大須という町で空きビル、ビルのオーナーさんと、まあ、組ませてもらって空きビルを再開発するっていうビル起こしっていうので、もともと大阪出身だったんですけども、うん、名古屋に来させていただいて、このビルの中でこうイベントスペースをしたりカフェをしたりバーをしたり、まあ、コワーキングスペースっていうのをしたりして、こうテナントを誘致していくみたいな活動をさせてもらっておりまして、でもこの数年間で、まあ、いろいろテナントが埋まって、このフロアで、まあ、自分の好きなカフェをやったりとかバーをやったりしつつ、うん、まあ、クラウドファンディングっていう、うん、まあ、ビジネス、クラウドファンディングっていうウェブサービスを今開発中で、うん、まあ、今年2021年の7月にリリース予定っていうような、そんな風に活動しております。なるほどね。もともとそういうね、はい、貸しビルとかのこう、はい、そういうものを、空きビルか、はい、ね、そういうものをやろうと思ったきっかけってのは何なんですか。僕が本当にきっかけは、大阪でかつてバーをやってまして、うん、お客さんで割とこの、まあ、公務員の方とか、うん、いろんなお客さんが来られてたんですけれども、うん、その中ですごく印象に残った言葉があって、まあ、僕下の名前紅葉って言うんですけど、うん、まあ、紅葉くんと、紅葉くんってその安定とかに興味がないのっていう質問をされたんですよ、うん、でその時からすごく安定ってなんだろうなって考えるようになっていって、うん、でまあ、これまでの流れやったら、まあ、高度経済成長期で日本がブワーって伸びてた時期に、うん、ね、こうどんどん会社も拡大していって雇用もどん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 増やしていくみたいな時代ではなくなってるよなってなった時に、うん、じゃあ未来ってどうなるんだろうと思ったら、人口が間違いなく減っていく、うん、じゃあその、まあ、ビルが余っていったり建物がどん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 余っていったり過疎化していったりだとか、もちろんこれまでの日本みたいな経済成長は多分見込めないだろうなってなった時に、日本っていう職業の安定云々の前に、日本っていうものがどうやら安定してなさそうだなと思ったんですよ。なるほどなるほど。でそうなった時に、じゃあこの空いていくビルとか建物ってどうなっていくんだろうなと思って、うんうん、すごくそこからその空き家問題とか空きビル問題に興味が出たっていう、そんな流れです。ああ、じゃあもともとバーで来たお客さんとの話だから。そうなんです。すごい、そういうところでビジネス、チャンスというか、ね、ぐるーってそこから考えるようになって、あ、ね、確かにね、今ね、はい、空きビルとか空き家って非常に大きな問題でね、そうですよね、人口が減っていく中でどうこれをね、まあ、どんどん増えてくる、ね、そうですね、ですからそういった意味ではそこは非常に問題なんですね。じゃあそれがきっかけになって、はい、で今、まあ、今日ここのね、はい、あの会場もまさにここももともと空きビルやったところです。愛さんがこうプロデュースしてやられたんですね。じゃあこう今ね、はい、もう一つお話があった、はい、あのね、そのクラウドファンディング、はい、ね、リッシュっていう、はい、まあ、これを、ね、やろうと思った、まあ、そういうきっかけもちょっと教えていただけます。そうですね、クラウドファンディング自体がすごく面白いサービスだなと思って、うん、僕自身も5回ぐらいチャレンジさせてもらってってるんですよ、うん、イベントするときにクラウドファンディングやったりとか、うん、まあ、お店を出すときにクラウドファンディングやったりっていうのをさせてもらってるんですけれども、うん、まあ、すごく大好きなサービスだなって思う反面、要は僕 SNS とか結構使うのが得意なタイプなんですけど、うん、SNS を使えない人ってなかなか成功しないプラットフォームなんですよね、はい、なるほど。で日本ってもともとはその SNS が上手とかもそもそも SNS もなかったし、うん、こうすごく技術を持った職人さんだとか、うん、こうずっと受け継いできた技術を使って日本ならではのものを作り出してた人たちっていっぱいいるんですけれども、そういう商品がクラウドファンディングをやってもやっぱ成功しづらいですよね、うん、やっぱこのプラットフォームに載せるだけじゃみんな見てくれないんで、自分自身でこのプラットフォームを活用して発信までできないと難しいっていうのなんで、日本のいいものが世の中に出ることがすごく難しいなっていうのと、うん、世界に知ってもらう可能性がめちゃくちゃこう、ね、機会損失というか、うん、してるなっていうところで、うん、なんかこの発信力がない人たちでも成功するようなプラットフォームを作ったら、うん、もっと日本の面白いものが世に出ていくんじゃないかっていうふうに考えて、うんうん、そこからこうアイデアをひねり出してひねり出して作ったのが今作ってるリッシュっていうサービスです。なるほどね。このまあね、私なんかもなかなかの SNS は今の新井さんの話聞いてて、はい、まあ、自分もね、まあ、一応やったりしてるけども、はい、なかなかのフォロワー増えないし、はい、まあ、どう伝えたらいいというかよくわからない、うん、そういった意味ではそういうタイプなんですけどね、はい、まあ、我々のようなね、うんうんうん、一世代とか上の世代になると、やっぱそういう人たちは、
まあ SNS なんていうのはね、うん、まだ新井さんたちの時代にはまだ私が30の頃や、はい、ほとんどまあなかった、ようやくインターネットが始まったばっかりぐらいの、はい、なんでね、だからそういう世代の違いもあるのかなと思ったりするんですが、うんうん、新井さんなんかそういろんな人と接しててどうですか、はい、なんかあの例えば上の世代の方たちでもこうフェイスブックがむっちゃ強い人もいたりしたりとか、うん、なんかインフルエンサータイプの人だなって人もいるんですよね、うん、で若い人たちってやっぱり SNS をうまくあの使ってはみん人口として多いとは思うんですけども、うん、でもやっぱりその職人タイプの人と発信得意タイプのインフルエンサータイプの人でやっぱ結構二極化してるんですよ。あ、若い世代で、はい、みんながみんなうまく使えるっていうのはとかむしろ使えてない人の方が多い。ただ使ってる、ただ日常活用してる人はすごく多いって感じです。なるほどね、はい、そのうまく使うためのそういうなんかコツってあるんですか、あるいはなんかそれはもともとのやっぱりまあ能力っていうかね、はい、そういうものなのか、どうなんですかその辺。ああ、でも本当にこうセンスでやってる人もいるんですけれども、うん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 、なんかインフルエンサーとか SNS を使う上で、まあ、いろんな使い方があると思うんですけども、うん、そのいろんな人に見てほしい、拡散してマスに届けていきたいっていう人はやっぱりめっちゃ工夫されてると思います。うん、どうやったらそれが届くのかなっていうのを常に考えられてるなとも思うし、でもその中でやっぱりみんなの悩んでることとか共感できるポイントをうまくこうあるあるというか、うん、あるあるネタぐらいまで落とし込んで発信してる人とか、うん、みんなが共感を作れる人がやっぱり発信なんか拡散してるなっていうような印象はあります。あ、なるほどね。もしくは少なくても日々こうちゃんと伝え続けることによってコアなファンというか、うん、人を作ってる人もいますし、広く届けるか濃くこう狭く深くファンを作るかみたいなのも二極化してるなっていうような印象です。うん、まあ、逆に言うとこちらのね、はい、なかなかうまく伝えられない、はい、いいものを持ってる人ってはやっぱりそれは、まあ、なんか努力してやれるっていう感じじゃなくて、むしろやっぱこういうこちらのね、そういうインフルエンサーのような人たちの力をやっぱ活用した方がいいと、まあ、そう、やっぱそう考えたからこそ、まあ、リッシーっていう、ね、そうですね。僕もその発信できないのが苦手で、でも技術はあるよっていうタイプの人が、うんうん、自分のその、まあ、努力して発信できるようになればいいなと思ってたりもしたんですけど、うん、やっぱりなかなか続かなかったりとか、うん、やっぱそう、やっぱ人ってタイプがあるんだなっていう風のこと、まあ、うん、インフルエンサータイプの人もじゃあ自分が売れる商品があればいいよねって思うんですよ。うん、やったらその発信を生かしてその物を売ってその人もお金を稼いだり生きていくことができるんですけど、うん、そういう方たちもやっぱりタイプがあって、うん、自分の商品とかをあんまり生み出すことができないんですよ。うん、なんでこれは、まあ、たまにこのハイブリッドというか、うん、で両方できますよって方もいらっしゃるんですけど、本当にごくわずかなんで、うん、それをプラットフォームで補い合った方が、うん、やっぱり世の中に新しいものが日本でイノベーションが起こる可能性っていうのは上がっていくんじゃないかなっていうので、プラットフォームの力を借りようと。まあね、新井さん自身もインフルエンサーとして、ね、はい、SNS で相当こう発信してらっしゃって、はい、影響力があると思うんですけども、まあ、このSNS やってらっしゃる、はい、まあ、まあ始めようとしたっていうか、あれ目的とかね、どんなことのこう今中心に発信してご自身でやってらっしゃるのは。そうですね、僕自身が発信している内容としては本当にその歴史とか、うん、あの、まあ、神話の話とか、要は、まあ、例えば今の若い人たちがおそらく興味ないだろうっていう話を、うん、どこまでエンターテインメントにして伝えれるかなっていう実験をしてみたんですよ。おそらく日本神話とかもほとんど若い人知らないんですけど、例えば TikTok とかで実はこんな面白いエピソードなんだよっていう風に伝えると、要は中学生ぐらいの子たちがこんな面白いのってなってくれたりするんですよ。そこで初めて、あ、日本ってこんな国やったんやって知ってもらえるとっていうところに、まあ僕のまあ伝えたいメッセージ的なところもあるんですけれども、まあリッシーっていうサービスをする上で考えると、僕はやっぱインフルエンサーの方たちとこれからこう一緒に組んでサービスを作っていくんで、まあ、自分自身も人に届けるとか、うん、インフルエンサーの方たちの感覚ってどういうものなんだろうなってことをまあ勉強するっていう意味でも、まあ、この1年ぐらい日々発信してたっていう感じですね。この、まあ、はい、あのね、じゃあ今後ね、はい、今度はこうマリシーでね、はい、こう将来のこうあやさんなんかこう夢とかそういう目標はありますか。そうですね、まあ、リッシーっていうもので言うとやっぱりそのまず思いとしてはその挑戦できる人をもっと増やしたいなって思ってまして、まあ、日本ってやっぱどうしてもこの出る杭は打たれるというか、うん、なんかこう挑戦
要はレール世の中の一般常識からはみ出るとやっぱ叩かれちゃうっていうような風潮がやっぱ強いなと思ってて、でもこの一般常識が当たり前やった時代ってやっぱ終わっているというか、もう多様化多様化やし変化の時代が来ている中でやっぱりどうしてもチャレンジする挑戦するっていうところが重要な時代になっている中で、それを後押しするサービスにしたいなと思ってます。発信力がなかったら成功しないんじゃないかじゃなくて、発信できないけどいいものは作れるから世に出せるし、発信力はあるけどものはなくても世の中にいいものを届けることができるっていうのが、まあできるといいなと思うし、それがまあいずれ日本だけじゃなくて日本のいいアイデアとかサービス商品が世界の人たちも買える、世界の人たち世界に届くようなサービスになればいいなっていうのが僕の夢です。なるほどね。まあ、私も政治家としてね、はい、そういう新井さんのような若い人たちの夢が少しでも実現しやすい環境を作っていきたいなと思ってるんですけど、ただなかなかね、はい、これ若い人たちって政治に対する興味や関心が少ないんですね。そうですね。はい、この辺って新井さんどうしてだと思いますか？やっぱり僕の周り、まあ、僕自身もそう昔はそう思ってたことがあるんですけれども、やっぱこう政治がやっぱ身近ではないっていうふうに考えてる人がやっぱり多いのと、自分一人が何か動いたところでっていうのもあるし、ニュースとかでも政治家の方がどんなことをやってるのかっていうよりも今日どんなミスをしたかみたいなことをすごく発信されるじゃないですか。だからこうよくわかんないけどこの人たちに国任せていいのっていうなるほど、なんか不信感だけが溜まっていってるような。でも僕としては絶対その本当に熱い、古川さんとかも本見させてもらったんですが、熱い思いを持ってらっしゃる方とかってやっぱいっぱいおる中で、やっぱりご自身のその発信とか YouTube とか、それこそ TikTok とかでもいいのかもしれないですけど、やっぱり世の中に届けるようなこうもっと身近に感じてもらえた時に、なんかすごいこう今の若い人たちとかもそういうふうに考えてるんだっていうふうにどん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 こう、まあ気づいていくというか、知らないっていうのがやっぱ一番大きいのかなと思う。知らないね。僕自身も YouTube でこう政治の話をしてほしいって言われたりすることもあるんで、今後この政治の話をこう分かりやすくこうポップに伝えれるようにしていこうかなとも思ってます。なるほどね。今ね、はい、新井さんが、まあ、もう政治にこういうことをやってもらいたいって言って、一番なんかこう例えば政策なんかで、はい、こういうことをっていうなんか希望とかあります？僕の事業で考えると、うん、どうなんですかね。やっぱその、まあ、地域で、まあ、悩ん自治体とかでこの地域をどうやって盛り上げたらいいんだろうとか、この商店街ってこんな風に悩んでるんだよねっていうところと、うん、まあ、それを活用したいっていう若者たちがもっとマッチングするような仕組みができれば、うん、まあ、若者のチャレンジの場になっていくなと思ってるんですよ。うん、で僕的に例えば一人の若者がどこかの地域の、まあ、例えば田舎の方の商店街に一人店出してもあんまり変わらないと思ってて、うんうん、やっぱりその地域自体をこう盛り上げていくには割と数も必要だなと思ってて、例えばあの三重にある伊勢神宮 のおかげ横丁みたいな感じで、この横丁をみんなで作ろう、若者100人が集まって一斉に店出そうよっていうムーブメントにした方が盛り上がると思うんですよ。なるほどなるほど。みたいな感じで一人一人がちょっとずつ動いていくよりも、みんなが例えばこの日本に1000人ぐらい今すぐ店出したいって人がいるなら、全員集めてこの地域で全員1000人で店出しましょうよってした方が場は盛り上がるんじゃないかなと思ってて、そういうふうにその助けてほしいっていう場所と、いや僕たち挑戦したいんですっていう若者たちがちゃんと集まるのがコミュニティ化していけば、すごくこう日本って面白いこう観光地が生まれていくんじゃないかなと思ってまして。なるほどね。やっぱりそういった意味では新井さんやっぱ若者に期待をっていうことだな、はい、というそれもありますし、やっぱ上の世代の方たちと下の世代の方たちがこうつながるようにしたいなと思ってるんですよ。リシっていうプラットフォームって多分日本が良くなろうと思ったら、多分絶対上の世代の人たちってむちゃくちゃ経験もあるし、いろんなつながりもあるし、なんかすごい、でもそれを若者もなんかうまくこの連携できてないというか、だからお互いこうガラパゴス化しちゃってるなっていうのがあって、だから発信ができないけどこんな技術もあるしこんな考えもあるよって人たちと、いや行動力あるし発信もできますよって人たちが、例えばリッシュっていうサービスでつながるきっかけになるかもしれないっていうのも僕が思ってる可能性の一つではあって、だからそういう意味で言ったら本当にどっちもこううまく混ざり合って面白いものができていけばすごく理想だなと思います。
まあね、ちょうど新井さん今33歳 ね、 そういった意味ではまさに新井さんの下のこう、まあ、もっと若い世代と、はい、まあ、私も50超えてますけども、我々のようなこうちょっと上とね、はい、うまく間で結びつけていただければね、はい、頑張ります。あのね、いい日本が、そしていい社会ができるんじゃないかと思いますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます、はい、頑張ります。今日はどうもありがとうございました。すごくやっぱ頭が柔らかい方だなというか、やっぱいろんなことをこう取り入れていって、こう常にこうアップデートされていって、このまあお仕事でこう還元されていってるんだろうなっていうことが、こう質問の感じとか、こうなんていうんですかね、こう勉強されて普段勉強されてることとかがすごく伝わってきて、まあ日本に対して熱い思いを持って活動していただいてるというのは、すごく僕にとってもなんか希望を持てたというか、はい、嬉しかったです。そうですね、僕が本当に今回思ったのは、やっぱ歴史の話とか、その歴史が繰り返すよっていうところとか、こういう過去からのヒントを持って、まあ、今のこれからのビジネスに生かしていくんだよってところは、もう僕にとってもすごくこれはやっぱ大事だなというか、まあこの撮影が終わってからも、ちょっと古川さんがさ見られてる、読んでいらっしゃる本をちょっと聞いたりとかして、僕自身もちょっとどんどん勉強していきたいなと思って、やっぱそういうふうに政治家で活動されつつも、いろんなところの、まあ、例えばその歴史から学ぶこととか、歴史のなんか、うん、例えば経営とかに関することとかも学ばれてるっていうので、もうすごいこう多角的な目線を持ってるなっていうのをすごく感じて、僕自身もなんかもうこうならないように経営とかしてますけども、いろんな角度からこう吸収していきたいなと思いました。今回は、空きビルの活用や、新しいですねクラウドファンディングの会社を立ち上げた新井さんからお話を伺いました。もともとバーを経営していて、そのお客さんからですね、この社会の問題として、空き家や空きビルの問題があると、まあ、そういう話を聞いて、そこからこう空きビルを活用したビジネスをしようと考えたと。まあ、そういうね、仕事の中から、お客さんの何気ない会話の中から社会的な問題に気がついて、それをですねビジネスにつなげたと、まあ、非常にそういうですね柔軟な発想や、そういうところに目がつける、やっぱそのセンスに大変感銘しました。また新たに立ち上げようとしているクラウドファンディングの会社リッシー、これは志を立てるというところから名前をつけたというふうに伺いましたけれども、今ですねこのクラウドファンディング、いろんなこう、まあ、会社もありますけども、新井さんはですねその技術やいいものはあるんだけども、なかなかそれをこ うまく、外にこう伝えられない、発信できない、そういう人と、うまく人にこう伝えていくことができるインフルエンサー、まあ、そういう人たちをうまくマッチングしてですね、世の中にあるいいものをですね世界にこう広めていこうと、まあ、そのために必要なクラウドファンディング、まあ、そういうものもですね、実現していこうと、まあ、そうした新しい取り組みを始めようとしていらっしゃいます。時代が大きく変わっていく中で、みんなと同じことをやっていればいいという時代じゃない、やっぱこう出る杭が打たれる、でもそういう杭が出てこないといけないと、まあ、そういう話もありました。まあ、こういうですね、新井さんのような活動をしている人たち、若い人たち、まあ、そういう人をサポートしていけるような、まあ、政治でなきゃいけないなという思いもしましたし、まあ、こういう人たちがいるからこそ私たちもですね、そういう人たちと一緒になって、新しい、そして夢のある社会を作っていく、そのために、努力していきたいと、まあ、そういうことを感じる、一時でした。本日はどうもありがとうございました。